今回は転送アートとチャット GPT を使って AI ビジョンを簡単に作成する方法についてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。では早速ですが、まずは転送アートの公式サイトにアクセスします。転送アートへのリンクは概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたらサインインをクリックします。いくつかサインアップの方法はありますが、 Google アカウントを利用するのが簡単なのでおすすめです。Continue with Google をクリックします。そうすると、アカウントの設定画面が表示されるので項目を設定していきます。ニックネームは自動で割り当てられますが、変更も可能です。ディスクリプションは特に入力する必要はありません。セーブをクリックします。そうすると、転送アートのアカウントが作成されます。これで、 転送アートにログインできました。それでは早速、転送アートでの AI 美女の作成方法を確認していきましょう。まず画面の上にある検索窓に、モデル名のキーワードを入力します。今回は、Beautiful Real と入力します。一致した候補のリストの中から、Beautiful Realistic a ズ s のバージョン5を選択します。そうすると、選択したモデルの詳細ページが表示されます。 詳細ページが表示されたら、実行と書かれているボタンをクリックします。そうすると、画像を生成するための設定画面がポップアップで表示されます。次に概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページに画像を生成するためのベースにするパラメーターのテキストを掲載しておきます。このテキストをコピーします。テキストをコピーしたら転送アートの画面に戻ります。 プロンプトと書かれているテキストの右側にある生成パラメータのインポートをクリックします。そうするとコピーしたテキストがテキストボックスに貼り付けられた状態でポップアップ画面が表示されます。確認ボタンをクリックします。これで設定が自動で反映されます。プロンプトの設定は後から追加していきますので、この段階では一旦削除します。ネガティブプロンプトには、リアルな写真になるための設定を指定しています。 このネガティブプロンプトについての詳細は、解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。画像のサイズは縦長のサイズで、横幅が512ピクセルで、高さが768ピクセルにしています。サンプリング法にはオイラー A を選択しています。そして、サンプリング回数は40で、CFG スケールを7に指定しています。シード値はランダムな指定にしたいので、 マイナス1にしています。ただし、転送アートの場合、ランダムなシードを指定したい場合は、マイナス1ではなく、空欄にします。そのため、この値を削除しておきます。プロンプト以外の設定は、このようにしています。それでは早速、プロンプトの作成をチャット GPT にお願いしてみましょう。まず、概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。チャット GPT への指示テキスト。 というタイトルがあるので、そこまでスクロールします。そのタイトルの下にあるテキストをコピーします。指示テキストをコピーしたら、チャット GPT の画面に切り替えます。コピーしたテキストを貼り付けて、紙飛行機のマークをクリックします。そうすると、作成するプロンプトの内容を理解してくれます。このように、イエスを含む返答が返ってきたら成功です。続けて、指示を出していきます。 もう一度、概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。今度は、プロンプト作成依頼、というタイトルの下にあるテキストをコピーします。コピーしたテキストを貼り付けて、紙飛行機のマークをクリックします。すると、お願いした通り、プロンプトを生成してくれます。まずはプロンプト1をコピーして、転送アートに貼り付けます。これで生成ボタンをクリックします。 画像が生成されるまでしばらく待ちます。するとこんな風な画像が出来上がりました。服装に目が行きますが、髪の毛の綺麗な AI 美女ですね。それでは次に、二つ目のプロンプトを利用してみましょう。プロンプトをコピーします。転送アートに戻って貼り付けます。生成ボタンをクリックします。画像が生成されるまでしばらく待ちます。すると透明感のある清楚な AI 美女が完成しました。 では最後に、プロンプト3を利用してみましょう。プロンプトをコピーします。転送アートに戻って貼り付けます。生成ボタンをクリックします。画像が生成されるまで、しばらく待ちます。すると雰囲気が変わってセクシーな感じの AI 美女が完成しました。こんな風にチャット GPT をうまく利用することで、自分でプロンプトを考えることなく簡単に AI 美女を作成することができます。 ぜひ皆さんも試してみてくださいね。いかがだったでしょうか今回の動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や、ウェブのお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、 そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。